アブダト、または、オブダトは、ペトラとエーラートを結ぶ交易路上に位置していた、現在イスラエルのネゲブ砂漠中心の山にある遺跡である。かつて、ナバテア人たちが暮らしていた。アベダットアーキテクチュア、アブダトは、紀元前3世紀から、紀元前2世紀に、初期のペトラとガザを結んでいた、交易路に沿って移動していた、ナバテア人キャラバン向けの季節限定の野営地であった。 その場所にアブダトの町が建設されたのは紀元前一世紀後半である。その名前は神聖視されていたナバテアの王オボダスにちなんでおり、伝承によれば彼はその地に葬られたのだという。紀元前一世紀が終わる前に高原の生誕に沿ってアクロポリス神殿の基盤が建造された。発掘調査の結果、ナバテア人たちはその頃から地震で 町が壊滅する西暦7世紀初頭まで住み続けていたことが明らかになっている。アブダトは106年にローマ帝国に併合されてからもペトラとガザを結ぶ交易路の主要停留地として栄えた。ネゲブ高原中心部の他の町と同じようにアブダトは国際的な交易が3世紀初頭から中央にかけて停止した時には農業を取り入れることで適応し、 ことに成形の手段としてワイン生産に力を入れた。広々とした段々畑と水路が一体に張り巡らされ、冬の降雨によって地表を流れる水を集めるようになっていた。これはイスラエル南部の極度に乾燥した地域で農業を行っていくための工夫である。現存するこの町のブドウ圧昨期のうち少なくとも5代はビサンティン帝国時代に遡る。 3世紀後半から4世紀初頭、おそらくディオクレティアヌステイの地位制に、ローマ軍団は、高原の北側に100メートル四方の駐屯所を建設した。一帯の他の場所にある塔の遺跡では、西暦293年から294年にかけての日付と、建築家の一人がペトラ出身であることを刻んだ碑文が見つかっている。この頃、 町から見下ろせる平地に共同浴場が建設されており、その水は岩盤を70メートル掘り抜いた井戸によって供給されていた。ペトラとガザを結ぶ道に沿った一帯は、ネゲブのナマテア人入植地とペトラを結ぶ幹線道路として機能し続けていたことから、4世紀から5世紀にはローマ軍団によって使用されていた。マザ・ドマ、アレ・マメル、シャー・ラモン、ハー、マサなどでは、 三世紀後半から五世紀初頭の陶器や貨幣が出土しているほか、アブダトとシャーラモンを結ぶ道の一部では、当時のローマ帝国のマイルストーンラインも発見されている。アブダト北のホーバットマーゴラでは、四隅に塔を備えた要塞が初期のナバテア人建造物アートに建てられた。初期の街並みは、おそらくは、局地的なものであったと推測されている。大地震によって、 五世紀初頭に壊滅的な被害を受けた。この破壊跡からは漆喰に黒インクで書かれたナバテア人の書き付けが発見された。この書き付けはベンガジャという一階の左官職人によって書かれたものだがイスラエルで発見されたナバテア人の碑文の中では最も遅い時代のものなのである。アベダットアースクエイクダメージ後に再建された都市は周りに壁が建造され、 人口のホラー穴が作られており、それらのいくつかには、ビサンティン時代に人が住んでいた。5世紀と6世紀のビサンティン帝国の統治下で、アブダトのアクロポリス跡に2つの聖堂を備えた、修道院と城塞が建設された。聖テオドロス聖堂は、アブダトに残るビザンティン時代の遺跡の中では、最も趣深いものである。床には、大遺跡の墓石が埋め込まれ、 中世ギリシャ語の碑文が刻まれている。聖テオドロスは4世紀ギリシャの殉教者である。修道院は聖堂に隣接しており、近くには城塞の入り口の目印として、マグサイシを掘った獅子がある。町は7世紀初頭の大地震で完全に崩壊し、それ以降は人が住むことはなかった。2005年に他の3つの都市遺跡と共に、ネゲブ砂漠の河の道と都市群として、 ユネスコの世界遺産に登録された。アブダとは映画ヤソクリストスーパースターの撮影が行われた場所としても知られている。ありがとうございます。